気を失っている間に不思議な声を聞いた気がするの。シホも？カノンちゃんも？それになんだかさっきから体の奥が熱いっていうか。私もよ。体の中から何かが湧き上がってくるような。あの声の主は誰なのか、それはわからないままだったけれど、私たちが得た力が何なのか、それを確かめるチャンスがすぐにやってきた。私たちの前にまたあの人型の化け物が現れたのよね。ヒロス、じゃあこの人の形をしたのももしかしてイロスなの？そんなの聞いたことないけど。私たちも星守として戦うべきなのかな。